ミムトワイシミムトワイシされないとこ、どうも、スタジンです今日もスタジンチャンネルやってもらって、ちょ、最近さ、俺の編集に使ってるノートパソコンがね、途中で急に電源落ちたりするんだよね。そろそろ寿命かと思いますな。何が言いたいかわかるよね、みんな。プライドなんかねえよ、こっちの YouTube やって、YouTube やってる人みんなプライドなんかねえからな。言っとくけどな。そういうことだからみんな察してくれたな。てな冗談でみんなが動画動画を見てくれるだけで嬉しいよ。今日もクサジンチャンネルやっていくぞ。クサジンチャンネル確実にクソコちゃんじゃねえかこれ。シャガジャンうますぎー。ちょっと待って、俺完全にクソコちゃんのコースじゃねえか。あ、でもはい、ありがとうございます。もうステーク来た。もうステーク短い。完全に俺が勝ったかと思ったけどステークが短い。あー、ハンマーちゃんが、じゃあ猫ちゃんどこにあったん。バカ、誰が今の初めて、今の初めて。はい、ちょっと待って、こっちから行けそう、こっちから行け。ダダーッ、くっそ。あ、ちょっと待って、箱積んでいけば。ゲッ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 、ちょっと待って、よっしゃ、で、箱足らねえ。箱5個までしか出せねえな。全然箱足らねえのになぜ行こうと思った俺は。バカタレか。クサジンチャンネル時間20秒しかない。ちょっと待って、シャカちゃん決めろ。今更シャカちゃん押せえ、バカタレが。隠しやがった。だってね、隠し扉あった。ちょっと待って、投稿者白鳥見つけた。みんな分かった、俺がジャンプした時の左側に投稿者白鳥あったよな、絶対。時間が手がない。殴るな、殴るな。今焦ってんだから、今殴るタイミングじゃねえ。頑張りましょう。お前どうした、誰に言ってんだ。ちょっと待って、ルイージなんで死んだ、お前そこなんで。お前出してくれてありがとう。はい、クサジンの勝ちでございます。はい、ありがとうございます。若干ラグるな。バカだれ、残り4秒の時間まで。時間、ああいうこと大切だった。あ、せめて見せてくれ、向こう側。クサジンチャンネル。これさ、ピースイッチ押される前にコイン取れそうじゃね、このバトコ。なななな、お前ら、レイズイーな。でんぐり返し位置のせいで間に合わなかったじゃねえか。これ、あ、2マスさすがに 3D スキンじゃヒップドロップできない。うわ、ガジ、これ先に行けそうな気がしたけど無理だったか。もう、でんぐりシージ、お前何してくれんねんな。前提時じゃねえか、お前。でんぐりシージもしか出てくる。なんだ、このバトコはな。これ、バトコか。おかしいだろ、ね、これでいいのか。進むべき道、こっちで合ってんのか。みんな、ちょっと合ってる。ちょっと教えてくれ、みんな合ってるかどうか。これで、こっち行ってから、んなんだ、こっちで犬の分けまくろ、これ。ちょっと待って、待って。クソバトコなのかどうかもわからん、俺は。どこに進めばいいんだ、どうやってゴールさ、早すぎだろ。え、マジで早くない、みんなゴール早くないですかね。全員の、どうやって行ったの、俺の道間違ってたんかな、じゃ知りたい。だって、もうクソコで、俺が負けでいいから、この後の行く末を知りたい。クサジンチャンネル。やべえ、これなんか全自動、半自動っぽいな。そんな気がする。ダッシュボードあるんだよ、全自動じゃん。最初にバネ振ってきた。待ってね。A 隊のやつが一番最先頭にいるんですけど、ちょっと待って。これ負けたらだいぶレート下がると。どっかで逆転する。このまま終わりとか待ってねえぞ。このまま終わりとかね。あ、ちょっとこれ左側、やべえ、ごめんね。左側行かんとスター取れなかったから、もう死にそうだったら待ってねえぞ。ちょっとお願いします。普通のところ来てくれれば絶対俺勝てるからさ。ちょっと A 隊だったら絶対勝てる。あ、ちょ、もう。あ、ちょっと、左側にキノコいることになって、違えよな。負けました、お前。ちょっと煽ってくる。お前、兵隊の舞台で煽ってるんだね、お前は。絶対勝つ、俺が絶対勝つ。俺が、だって逆転じゃん。普通の場所がある。また、だから死にろ、バンドかーい。まずい、あいつじゃが、負け。ルーザーなんだから、お前が負けろ、もうけ。クサジンチャンネル。みんな、あの、上のさ、オールブロック、絶対あれ、ゴールっぽくねえか。怪しいよね。いや、あそこで待ってるよ、もうこれ勝てる。みんな、多分気づいてねえだろうな。はい。ありがとうございます。あれの勝ち格でございましたけど、お前、なんでそんなところ触ってんだな。ちょうどすっぽり腕入るな、そこな。その隙間にちょうどすっぽり入るじゃねえか、ブンブンちゃんよ。これなんだ、てか、なんか、このコースの、ちょっと、よくわかんねえぞ。なんであんなところで死んでんだ、畜生。せっかくこれゴールの場所にして泣いたら、でもまだね、知らないからまだ勝てる可能性あるぞ。マリオかわいそうすぎや。今俺と同じ運命にあって、多分崖から落ちて、なんとか這い上がってきたところ、魚に捕らえられた。あ、ここに落ちてんじゃん、名前誰か教えてくれ、俺はね。はい、ありがとうございます。ということでね、絶対ここゴール。あの、絶対のここの土管入らねえ。ということで、こっちで待たせていただきたいと思いますよ。はい。ねえよね、とりあえず、オンブロックかな。じゃあ、オンスイッチ出そうだから。はい、ここでいつもでございます。あとはオンスイッチ君たちが押してくるだけです。
お前ちょっと、だって、あ、ちょっと、お前、俺がっけ、お前。今、俺がここにいるから、これで気づいた。お前、どか入れようとすんな、お前は。今、先生、ここゴールないよ。違う、ここゴールじゃない。俺たまたまここでね、ちょっとね、なんでだろうな、スマホが鳴ったんだよ。そう、スマホが鳴ったから、ここでスマホいじってただけで、あってね、ツイッターとか見てただけだって、ここゴールじゃないんだよって。お前ら、ここゴールじゃない。ルイージまで気づくじゃないか、悪いよ。ちょっと、お前、その動きやめろ。ルイージがここゴールで気づく。気づいて、あ、気づいちまった。じゃ、ここゴールないんだって、ほら、ブラザーズここで遊ぶな、ここ。ほら、猫ちゃんまで来ちゃったじゃねえか。ちょっとお前みんな気づいてない。俺しか気づいてなかったんだよ、言っとくけどね。君たち俺がここにいたから気づくことができたわけで、お前ちょっとチラチラすな。ここで群がるな、お前。俺のことどかすな。俺の居場所なんだよ、そこよ。ほら、でもよきよきよき、みんな他の場所行ってくれ。温水町押しに行け、お前らな。ほら、猫ちゃんもお前も温水町押しに行け。お前の場所は俺の場所なんだよ、押せ。いや、俺が絶対ここでやって、おい、来んな。早く温水調整に、よし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 、どうも、一番性格が悪い男、どうも、ふくさんじんねえだな。いや、ありがとうございます。協力しましょう。どうやって協力するのかな。草人チャンネル。なんか周回コースっぽいな。最後、鍵扉持ってきて、あそこの鍵、ここ鍵ドア入るみたい。とりあえず、こっち行って死にまして。とりあえず死んでみたのね、そうだ。俺ね、こっち側に行きたかった。なんか俺の実力が足りてないとかも勘違いされてるだろうな。なんでございます。実力足りてないんです。そうなの。ただ単純に俺の実力が足りてないのや。結局かいな。結局実力足りてないんかい。で、見せかけときながら実力足りてるんです。ありがとうございます。そう、このタイミングで行くことによって俺、キノコが取れるじゃん。普通にさっき言ってたらキノコ取れなかった。俺、キノコ取りたかったんだよ、そう。キノコ取ってから、あ、上行けねえか。ちょっとごめんごめん、ミスだ。キノコを取ってから、一回こう食らうことができるな。そうでしょうね。キノコと、俺だって、もしキノコ取ってなかったから、今のところ死んでたからね。だからキノコ取ることによって、この、あーなるほど、あそこの土管にあるな、見た感じで。早くもうすぐにこういうところね、思いついたな。もう天才臭しでございますからね。こっち側行けないかも、確かめるあたりが天才じゃないのよ。そうなの、全然天才じゃないの、この人ね。全くもって天才じゃないのよ、でもね。ちょっとね。これも全てね、読み通りでもないんだよね。そう、何も読めない。何もわかんない。何もわからない。なんだこのコース。実力も足りてないし、読みも全部当たんねえしな。あ、やべやべやべ、もうやべやべ。3枚赤コイン取ってるから、ちょっと鍵間違い込み切っていこう。鍵間違い込み切って、まずい。ちょっと待ってて、まずい。あ、くそくそ、まだ終わんない、まだ終わんない。なんだこれは、なんだこれは。で、ここ、死ぬ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 。あー、やー、オッケー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 。よし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 。はーい、出てくそ。あ、こっち行けばいい、こっち行け。はい、押せ。あー、ありがとうございます。すべて計算でございます。これでね、ピーセージが切れたら、俺がね、一番乗りでこのゴールに行くことができるから、誰も鍵持ってないから、鍵ドアから入ることもできる。もう、ピーセージ押すのやめろ、お前は。いや、往生際が悪いぞ。もう俺の勝ちは確定だ。ピーセージ押すのやめなさいってことで。もう、すべて俺がね、変な場所みんな見せたかもしれないけど、全部計算。俺がね、今までのことを一つでもね、見逃せたり、いろんなところで死ななかったら、この結果にはたどり着きませんでした。これもすべて計算通りです。ということで、ありがとうございます。なんでお前らゴールしてんだ。